一般社団法人日本 EV クラブは、電気自動車をはじめとするエコカーの普及に向けた活動を行っている日本の一般社団法人。1994年10月、市民団体、日本 EV クラブとして設立し、2015年6月2日付で一般社団法人化した。代表は、立内忠、理事に、三堀直継、石川京子、奥田龍、幹事に、 よりもとよしのりが名を連ねる。会員数は、個人206人、法人21社である。設立順に、愛知、松本、神奈川、九州、神戸、世田谷、京都、東京ウエスト、富士エコ、広島、西東京、青森、八ヶ岳に支部を置く。電気自動車をはじめとする抵抗会社や、省エネ運転抵抗の普及、未来のモータリゼーションの創造。 地球温暖化防止を自身の問題として考え主体的に活動することを目的にしている。活動内容は会員の電気自動車活動の支援、情報基地としての機能を持つこと、電気自動車の情報をできるだけ多くの人たちへ提供すること、講演、試乗会、先行開発の実施等。具体的には EV 手作り教室の開催、試乗、 講演会の開催、日本 EV フェスティバルの開催、アーク走行会の開催、手作り電気自動車制作の支援、EEV の開発及び制作の支援、開放、EV ジャーナル、EV クラブ通信の発行などを行っている。本部では以下のようなイベントを企画、運営しているが、それとは別に各地方支部、会員それぞれが主体的に活動している。 チャレンジ e v ッ z 2写真は、ダイハツ車内チームの車両他にも、コンバート EV や電気フォーミューラカーの製作なども、言っている。同クラブでは、ダイハツミラをベースに独自に EV への改造を行った、ミライ、e、EV により、EV による、途中無充電での連続走行記録への挑戦を行った。同チャレンジには、採用電気、東洋タイヤ、 東京中日スポーツなどが協力した。2009年11月17日には、ミラー、e、EV で東京、日本橋から大阪、日本橋までの 555.6km を無充電で走行し、行動上での EV の無充電走行記録を更新。同記録は、The Longest Journey by Electric Vehicle として、2010年4月にギネスブックの認定を受けた。 2010年5月22日23日には、つくばサーキットのオートレース選手、養成ョーバルコースにて、再び、未来 EV を用いた、無充電での最長走行記録に挑戦。最終的に目標とする 1000km をわずかに超える1 0 3 1 8 4 k m を走行し、自らの持つ、世界記録を大幅に更新した。なお、同クラブでは、本記録についても、 ザグレートディスタンスバイエレクトリックビークルとしてギネスブックに申請する予定。ありがとうございます。